じえりチャンネル。おはようございます、かじえりです。今日は久々のスキンケア動画でございます。今回のテーマは肌荒れしてる時とか、あと生理前で肌が敏感になってる時とかのスキンケア、日焼け止めを紹介したいと思ってます。普段使ってるアイテムとは違って、シンプルなスキンケアだったりとか、あと低刺激なタイプを使うことが多いので、ぜひ最後までご覧ください。それでは動画スタート。ではまず本当に今もう顔まだ洗ってなくて、寝起きのままなんですけど、顔を洗っていきたいと思います。基本私は朝洗顔石鹸を使わずにぬるま湯だけで15回ぐらい洗うことが多いです。なんかあまりにもざらつきとかごわつきがある場合は、このエタリテのエッセンスウォッシュを使うことがあるんですけど、普通の時とかはもう基本ぬるま湯だけでの洗顔です。そしたら必ずティッシュで水分を拭き取っていきます。タオルを使うと肌を傷つける可能性があるので、基本ティッシュで顔を拭いてます。これはもうだいぶ1年ぐらいかな続けてるんですけど、やっぱだいぶそのタオルで拭くよりティッシュで拭いた方が低刺激だなって思うし、肌荒れもだいぶなくなりましたね。朝の洗顔は洗い流しすぎないっていうところが私的には効果的だと思ってるので続けてます。そして次に導入液を使います。こちらリペアバランスマイルドトナーです。これ敏感肌用の導入化粧水なんですけども、無添加ですごく低刺激なので、肌が荒れてる時とか敏感になってる時はもう必ず使います。こちらは化粧水の前に使用するノンアルコールの導入液です。こんな感じでシャバシャバってしててもほぼ水みたいな感じなんで、さっぱりしてつけれます。柑橘系の香りでなんていうすっごい癒されるんですよね。ぐんぐん浸透していく感じもあるので、本当によく使ってます。これはでも普通に肌荒れしてないっていう時でも使うかも。浸透力がねアップする感じがあります。テクスチャーもほとんど水っぽい感じのテクスチャーだからつけやすいです。で肌のバリア機能をサポートしてくれる成分も入ってるんで、その肌荒れしてる時とか肌が荒れそうだなって思う時って、肌のバリア機能が低下してる可能性があるんで、そういった時にも便利です。導入液ってどういう意味で使ってるんやろって思ってる方多いと思うんですけど、そのスキンケアを始める土台作りみたいなところですごく重要だなって思ってます。で次は化粧水と乳液が一つになったジェルを使います。こちらアベンヌのミルキージェルエンリッチ、私これもう3年ぐらい使ってて、多分ねだいぶ前、私の前のチャンネルの時にも紹介したと思うんですけど、エイジング効果もある敏感肌用のオールインワンクリームでハリ感が出る感じがするので、私特に気に入ってるんですよ。で肌が敏感になってる時はなるべくあれこれ使わず、ステップを短くしてシンプルなケアを心がけてます。パール2つ部分ほど取って肌全体になじませていきます。私は特に点置きとかじゃなくて、もうそのまま手になじませてから全体になじませるようにしてます。時短にもなるしいいですよね、保湿ジェルクリームって。こんな感じで優しく包み込むようにシンプルなケアをしていきます。保湿力も高くて夜寝る前とかに使うのもねすごくいいです。私は朝にも使うし夜にも使うしって感じですかね。そして肌に潤いを与えたら次に日焼け止めを使用していきます。紫外線対策が一番大事だと思います。肌のダメージは紫外線の影響が大きくて、特に肌が敏感になっている時は紫外線対策が重要になります。私が最近使用しているのはこのサンソリットの U ブロックマイルドミルクです。ノンケミカルで石鹸でも落とせるミルクタイプの日焼け止めです。さらっとした軽いテクスチャーで伸びがよくって、スーッと馴染んで皮膜感もないので使いやすいです。このブランドはもともとケミカルピーリングなどの美容医療を中心に携わっているブランドで、皮膚の専門家とあらゆる研究を重ねてできた日焼け止めです。売っている場所も皮膚科で取り扱ってたりするドクターズコスメで、9割以上のお医者さんがエビデンスにも納得したっていう優れたアイテムなんです。皮膚科を中心に販売しているアイテムなんで、お肌のトラブルに悩んでる方とかは特におすすめです。私は今日区役所に用があって少し外出するだけなんで SPF20 の PA2 プラスを使うんですが、がっつり外出するときはこちらのサンソリッド U ブロックベースクリーム SPF50 プラスの PA4 プラスタイプがおすすめです。チリ、ホコリ、花粉からも肌を守ってくれるので、外出時のケアにぴったりです。化粧下地として使える SPF50 プラス PA4 プラスタイプで、伸びが良く肌なじみがすごくいいです。でウォータープルーフなのに石鹸でも落とせるっていうところもおすすめです。で他にもお直し用としてスプレータイプサンソリッド U ブロックスプレーの SPF50 プラスの PA4 プラス、日中お直し用としてはこちらを使用して追い日焼け止めをします。スプレータイプは髪にも使用できて髪のダメージを防いでくれるので、それもいいなって思います。こんな感じできめ細かい霧のようなスプレーで、紫外線で乾燥しがちな肌を美容成分が潤してくれます。速乾性のあるサラッとした使用感で、逆さにしても使えるんですよ。こうやったらいいかな、これすごくない？逆さにしていいから背中とかもめっちゃ塗りやすくて、背面は一人で塗りづらいから、そういうのもおすすめです。はい、ということで敏感になってる時のスキンケアでした。肌が荒れてたり敏感になってる時ってあれこれ使いたくなってしまうけど、逆にあえてシンプルなケアをするのがおすすめです。あとはもう絶対日焼け止め、今の季節は特に紫外線が強いので、忘れることはないとは思うんですが、めんどくさいとか皮膜感が嫌っていうので怠ってしまうと肌トラブルの原因になってしまったりするので、絶対につけてください。少しでも参考になると嬉しいです。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。